ポッケだ。はい、ではね、まず新しい、もぐもぐタイムということで、餌、何の魚をあげてるかですけども、こっちの細長いのはこれ、オオナゴとかね、イカナゴって呼ばれる魚で、ちっちゃい時は佃煮にされる魚ですね。でもう一種類は、これですね、ホッケです。でこのホッケの食べ方なんですけども、必ずね、魚の頭の方から食べるんですね。尻尾から食べちゃうとね、鱗やヒレが逆向きなのでね、飲み込みづらいので、必ず頭から。でちょっとね、意地悪して尻尾からね、あげていくよ。頭の方に向き直してるの分かります？ね、でこっちのイカナゴの方はですね、ツルツルした魚なので、これはね、尻尾から上げてもどっちから上げてもね、ツルンと食べていくね。君ばっかり食べてるね。野生のね、ゴマフアザラシはね、イカとかタコなんかも食べると言われてますね。はい、すいません。でアザラシですけどもね、水の中、海の中で暮らす動物ですけども、魚の仲間ではありませんね。私たちと同じ哺乳類の仲間ですね。ですから水の中では息はできません。泳いでるところを見るとね、鼻の穴をピタッと閉じてね、水が入らないようにして泳いでるのがわかるかなと思いますね。で私たち人間なので、もう水の中にいたら1分ぐらいしたらもう息続かなくなりますけども、アザラシは30分ぐらいはね、息継ぎしないで水の中にいることができますね。で水の中で寝るっていうことも、できます。たまにね、プールの底の方でアザラシがこうゴロンとひっくり返ってね、動かなくなっていることがあるんですけども、それをね、お客さんが見つけて、アザラシ死んでますよって教えてくれるんですけどね、あれは熟睡してますね。でこのように海に住んでいる哺乳類のことを海生哺乳類といいまして、アザラシの他にクジラとかイルカとかね、ジュゴンとかマナティとか、あとアザラシ、アシカ、オットセイ、トド、セイウチ、ラッコなんかが海生哺乳類と言われてますね。で中でもアザラシ、アシカ、オットセイ、トド、セイウチは、足がヒレのようになった動物というふうに分類されます。今この陸に上がってるね、後ろ、お尻の方ピョンピョンと2本飛び出てますね。あれが後ろ足です。まあ、よく見るとね、爪も5本、指も5本ちゃんと入ってますね。皆さんが水族館などでね、トドとかオットセイとかね、ご覧になったことあると思うんですけども、アザラシと同じ仲間なのでね、体つきとかはよく似ています。で見分け方、違いがいくつかありますので、今日はそのアザラシとアシカオットセイの、ね、見分け方、覚えて帰っていただきたいなというふうに思いますね。まずアザラシはですね、世界に18種類、種類がいまして、大きさも様々でね、一番ちっちゃいのはワモンアザラシで、どうしたアピールします。1メートルぐらいの、ね、アザラシから、まあ、南ゾウアザラシなんかね、こんなでっかい巨大なアザラシもいますね。うちにいるのはゴマフアザラシといって、体にこうゴマの模様がついているのが特徴ですね。アザラシ18種類中ほとんどの種類は、ね、こんな感じで体になんか模様があります。ゼニ型アザラシとかね、クラカケアザラシとかね、まあ、中には模様がないのもいますけども、大体アザラシの仲間は模様があるんですね。よいしょ。アシカオットセイの仲間でね、模様があるのはいません。みんな一色ですね。グレーだったり茶色だったり、アシカオットセイには模様はありませんね。ということで一つ目はその模様があるかないかですね。そして二つ目はですね、アザラシの耳。アザラシの耳はどこにあるかというと、あら、目のね、ちょっと横、斜め上あたりにちっちゃい穴が開いてるのがわかりますね。そのちっちゃい穴がアザラシの耳の穴ですね。私たち人間のようにね、耳たぶみたいなアザラシにはついてません。穴だけしか開いてませんね。で、アシカオットセイの方はちっちゃいけど耳たぶね、ぴょこっとこう出っ張ってですね。ということで2つ目はその耳たぶがあるかないかですね。そして3つ目はですね、歩き方。歩き方です。さあ、歩き方です。はい、歩いてください。
すいません、歩いてください。今日は全然ボケないですよね。まあ、アザラシの歩き方はね、こんな感じで、はいはいはい、こんな感じで、はい、こんな感じで、起きた。こんな感じでね、芋虫みたいに張って前に進みますね。後ろ足は全然使えません。前足はちょこっと使えますけども、ほとんどお腹だけでね、腹ばいで前に進みますね。あ、ちょっと帰らないで。ああ。はい。こんな感じですね。アザラシはやっぱり歩くの得意じゃありませんね。で、足かオットセイはどうやって歩くかというと、4本の足をこう地面につけてね、上手に器用に歩くことができますね。ということで3つ目はその歩き方の違い。最後4つ目はね、泳ぎ方です。先ほど言った後ろ足の動かし方にちょっと注目してね、見てみてくださいね。さあ、行きますよ。泳ぐよ。もう歩き終わったよ。そうですね、早くと分かるぐらいかもしれませんけども、アザラシの泳ぎ方はね、後ろ足をこう左右に振って前に進みますね。前足は舵取りの役目を果たします。では足かオットセイはね、どうやって泳ぐかというと、前足で水をかいて後ろ足で舵を取ってね、同じ仲間ですけどね、泳ぎ方は全然違う泳ぎ方しますね。まあ、大体その4つがね、アザラシとアシカオットセイの見分け方ですね。今度ね、水族館行った時にね、今の話をちょっと思い出して見比べてみるとね、違いがはっきりわかるかなと思いますね。はい、では次はこのアザラシ館ですけどね、アザラシの他にもう2種類動物が、まあ、います。これ一つね、オオセグロカモン、奥の方にオジロワシね、いますけども、まあ、これ鳥なのにね、ここから飛んで逃げていかないのが不思議だと思うんですけども、実はこの鳥たちはですね、事故に遭って保護された鳥でね、もう片っぽ羽なくて飛べないんですね。でどうしてそういう傷ついた鳥をね、展示しているかというと、一つはアザラシとね、同じ環境でこういった違う動物たちも暮らしてますよというのと、もう一つは人との関わりの中でね、こういった傷ついてしまう野生動物もいますよということを伝えたくて、ここに一緒に展示してますね。はい、では最後に、野生のゴマフアザラシのお話ですけども、ゴマフアザラシはですね、に限っては今すぐ絶滅しそうという数ではありません。結構たくさんいます。でたくさんいるからといってね、ちょっと安心もしてられなくて、今漁業ね、漁師の方たちにとったらアザラシはちょっと厄介者扱いなんですね。どうしてかというと、